ここれこれ,これはい横浜ハーバー、黒船ハーバー。ねで、これね、あこれですね、あのー、えー、っと、これ、スイカさんだったと思うんですけどね、書いてないか、どすこいが。どすこいどっか書,書いてないあ、書くの忘れてるね。あここに手紙入ってるから、ちょっとね、ちょっとあの見えないようにするけど、あのね手紙なんかなんかね、見せた今ちょっと見えたけど、ああ普通にねあ、スイカさん、スイカさんですね。はい、スイカさん。 江ノ島ヨットハーバーへえ赤ぶどうえー、気になるなー赤ぶどう美味しいなーあーあのピソラっていうねあのレストランにね今日今日とあとどすぐ立ち見の時にまあまあと言ったんですけども今日はエリミさんと言ったんですけどそこのねあのドリンクバーねあの飲み放題のやつねの中にね確か赤ぶどうのジュースがあるんですよ。 ね、赤ぶどうのジュースで、まあ、ワインみたいなちょっとおしゃれな味がするぶどうのジュースなんですよねあれ美味しいんですよそうで赤ぶどうえー、美味しいんじゃないのでもちょっとあああちょっとど,どうしよう気になるな気になるな気になるわ赤ぶどう気になるわちょすいません食べすいませんっていうか食べますちょっとねダイエットね かぶと気になるな。どんなちょっとおしゃれな味するのかな。ええ、もうちょっと食べてみますね。江ノ島ヨットハーバー。江ノ島どすこ行ったことあるんですけど、ヨットハーバーはなんかあんま、なんか記憶いないですね。気になりますね。えー、で、あの、江ノ電乗ってね。で、もうものすごい渋滞しててね。そう。あれ、なんか、あれはね、ゴールデンウィークかなんかに行ったのかな。友達がね、あの、関東まで、まどすこその時関東に住んでてね。 あのー、て開けれないよ開けれないよ <laughs> ええー、これギザギザなってんのにんで開けれないんだろうこれうん、痛いた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 さあ赤ぶどうどんな味がするのか赤ぶどうですよワインみたいなおしゃれな味がするのかスイカさん自分も食べたことないので乾燥気がするけないんかい <laughs> ま,あまあまあいいですそうそうまあお土産そんなもんですよね赤ぶどうの味赤ぶどうが有名なんですかあの江の島は。

いやあのね、ドリンクバーの赤ぶどうの味するこれ、<laughs> 美いしい、美味しいですね。えー、皆さんあの、イタリア、なんかね、イタリアとかそ,それっぽいあのところのね、ちょっとおしゃれな感じのね、お店行くとね、ドリンクバーに赤ぶどうがあることが可能性が高まるんですけども、うん、あの、飲んだことありますあれあの、ねぶどう、普通のぶどうジュースじゃなくてね、ちょっとおしゃれな味して美味しいんですよ。そう、ちょっと高級感があるっていうかね。 若干ワイン感が若干あってね、わ美味しいなこれ。うん。で、お饅頭で、あのおしゃれな赤ワイン、赤ブドウの味がするのも面白いですねこれ。<laughs> うん。これは奇跡のフュージョンですね。うん。ま、とりあえず半分にしときます。すみませんね。ちょっととりあえずあのー、ちょっとね時間がないのでね。すみません。美味しかったこれ。めっちゃ美味しいこれ。うん。はい、ありがとうございます。